くるくるくる、今日もやっていきますよ。いじめ、かっこ悪い。お、ジャンプでやってたニセ恋のキャラなんだぜ。まさにクッパなんて、アウト、オフ、眼中。頼まれたって相手なんてしてやんねえよ。せめてジャンプネタでボケろよな。キツネ顔。お次の美少女は、ベビーメタルだね。正直あまり音楽に詳しくないから、よく知らないんだけどな。クッパさん、彼女たちにもガン無視されちゃってたね。ベビーメタルです。ベビーメタルです。それではお邪魔いたします。これはこれは、初音ミクのそっくりさんじゃありませんか。よろしくお願いしますこと、同じ声優さんなんだよね。放題からいろいろなものが出てきて、クッパをフルボッコ状態なんだぜ。そりゃ、さっきからいろんな女に色目を使ってるハレンチ野郎ですからね。このくらいやられて当然だよね。どうもどうも、私は霊夢だよ。お前誰と挨拶してるんだよ。結構しつこい猫のハレンチ豚売りだ。さすがに針のむしろに耐えられなくなったか。ホケスホケス。今、最後に何か踏んだ？気のせいじゃないか？それにしても、なんで美少女の中に私たちが入ってないんだろうね。朝川さんを絞り上げて懲らしめる必要がありそうだね。それではいいねして、次のコースをやっていくる。人と人の架け橋に、私はなりたい。すぐに崩落するのが、目に見えてるんだぜ。マリオ3のスキンで、最初にキノコももらえる。ここまではよく見かける作りだね。レールをうまく背景と組み合わせて、本当に橋が架かっているように見えるね。こういう雰囲気のコースを作る技術、私たちもなんとか手に入れたいな。スピランとかも楽しいけど、遊べる人が限定されちゃうのが悩みだよね。その点こういうコースなら、大勢の人に遊んでもらえるから嬉しいよね。お、土管にお邪魔します。中は海のステージなんだな。赤コインがあったけど、他には何かあるのかな？何もなさそうだし、進んでみることにします。地上は敵が多いけど、ここでパンを使うのはもったいないな。よし、中間ゲット。これで一安心だね。あ、なんか今のところ上に行けそうだよ。邪魔な敵を倒して飛んでみるんだぜ。あったのは赤コイン。これは飛んできて正解だったね。また土管ということは、この先は海コースか。マリオメーカーの海の音楽の中で、この音楽が私は一番好きだな。原作の海の国はかなり難易度高かったけど、苦戦した分印象に残ってるのかもしれないね。そういえば、ここは橋の下なのか、それとも橋が海に沈んでるのか。地上でもあったレールはあるけど、ちょっとわかりにくいね。灰色の背景だと、橋の下な気がしなくもないかな。おや、あんなところに赤コイン、いただきます。これで全部揃ったな。多分今回も、おまけエリア的なところなんだろうな。1アップ以外だと、コインかパワーアップアイテムくらいしかないんだよね。そこの扉がそうかな。それじゃ、お邪魔します。ハテナボックスがいっぱいだけど、中にはやっぱりキノコとかばっかりか。隠しエリアの中にさらにカニが2つくらいあって、真の隠しエリアに行けるとか、作るのめんどくさすぎるかな。とりあえず、この尻尾マリオの状態で進んでみます。あ、なんだ、もうすぐそこがゴールだったんだな。あのボム兵さん、無駄に爆発させられて、なんかかわいそう。マリサ、このコースはどうだった？地上は面白かったんだけど、水中が正直よくわからなかったな。それではいいねして、次のコースをやっていくる。マリメの会の皆様に捧ぐ、マント半自動。うぷ主の、最近の一押し職人さんが作ってくれたコースなんだよ。you
かなりすごいコースだったし、マリメの会の会員がニヤッとする仕掛けがあったのが良かったんだぜ。青狩り、モフいね。